タスクフォースバンゴンマラウィによって、サゴンソガンバラン街に建設された一時的な避難所、マラウィの復興は、町を荒廃させた、マラウィの戦いが2017年10月に終結したことを受けて始まった。2017年5月に始まった5ヶ月間の紛争では、フィリピン軍が、アブサヤフのイスニロンハピロンとマウテグループのオマールと、 アブドゥラマウテが率いるア愛セル関連の過激派と戦った。戦闘の中心地マラウィの復興に向けた取り組みはマラウィの戦いがまだ続いていた頃から始まった。紛争が収まった後の復興を促進するためにタスクフォースバンゴン・マラウィと呼ばれる省庁間タスクフォースが2017年6月28日に設立された。2019年東南アジア競技大会のフィリピンでの 開催は当初は2017年8月に中止され、開催のための政府資金は復興の取り組みに再割り当てされた。2ヶ月後、政府は開催国として残ると述べた。内務地方自治省は2017年10月18日までに復興の取り組みがすでに始まっていると発表した。紛争終結から数日後の二千十七年十月二十七日までにフィリピン軍は 軍の統合タスクフォースマラウィを解散し、それがマラウィの本格的な復興が始まることを示していた。軍は復興の取り組みを促進するために解散したタスクフォースに代わる統合タスクフォースラナを設立した。フィリピン軍は戦闘後に不発弾の撤去を開始し、2018年5月までに約85%の不発弾を撤去している。この時までに マラウィ避難民の約70%が市内に戻ってきていた。国家経済開発庁は2018年から2022年までの主要な戦闘地帯外のマラウィの復興に関連した必要な投資は約530億ペソかかるとの予測を発表した。タスクフォース番号ンマラウィの推定では 自然体の復興にかかる費用は2018年5月時点で750から800億ペソとされている。フィリピン政府は2017年に50億ペソの予算を割り当てている。2018年に割り当てられた予算は国家災害リスク軽減管理基金から100億ペソに加えて2018年一般歳出法のプログラム外歳出から50億ペソが割り当てられた。戦いの中で いくつかの国や国際機関がマラウィの復興のための支援を約束したり提供したりした。中国はショベルカー、ブルドーザー、ダンプカーなどの重機の輸送の他に1500万ペソの小切手を寄付した。インドはマラウィの復興支援のために約3200万ルーピーを寄付した。アジア開発銀行と世界銀行はマラウィの復興に向けた 技術支援を提供する意思を表明した。2017年10月までにフィリピン政府はカナダ、中国、ドイツ、インド、韓国、シンガポール、タイから復興支援を受けている。また、米国国際開発庁及びアセアン管理人道支援調整センターからも援助を受けている。オーストラリア、日本、米国のほか欧州連合と 国連開発計画も援助を約束しており、2018年3月に日本の無償資金協力によって供与される日本製銃器、計27台がフィリピン側に引き渡された。ありがとうございます。